できないところからできるっていうのを頑張って一つできるっていうのを起こしていって、それをたくさん積み上げていくことで最後の目標にまあ行くと。宇山さとるさんの講演会は高松市立江南小学校の新しい校舎への移転を記念して企画されました。宇山さんは児童にできるという言葉をテーマに話しました。できるっていうのは本当に生活のいろんなところにあると僕は思っています。いろんなできるっていうものを増やして何でもできるような人間になってほしいな。その後の児童の質問コーナーでは思わぬ発表も。せっかく長かったけどちょっと我慢した。ありがとうございます。今僕の話がなかったんですよ。頑張ったっていうのは、ね、できるの報告でした。ありがとうございます。でもそれもできるだと思います。僕も宇山選手みたいにできることをもっと増やしたいと思いました。鉄棒の逆上がりがもうちょっとでできそうだから、それを頑張りたいです。